浦戸城の日浦戸一揆は、慶長5年の関ヶ原の戦いの結果、改役処分となった長蘇壁氏の家臣が、本拠地の浦戸城の明け渡しに反対して起こした一揆。関ヶ原の戦いに敗れた、土佐国の長蘇壁森近は帰国も許されないまま、改役され、追放処分を受けた。同年、徳川家康は、井い,い直政の家臣を上司として、土佐国に派遣して、当時の本拠地であった。 裏土壌を摂取させようとした。だが、これに反発した長蘇壁氏の家臣は、会場を拒んで一揆を起こし、帰って宿所であった、設計時を一万七千人で包囲した。これに激怒した徳川家康は、四国初代名に、土佐への派兵を命じた。一方、長蘇壁氏の家臣の間では、重心級の、年寄り方と一両不足級の、 家中方の間で意見の対立が生じ、これをきっかけに一部の重心が策望を持って、裏土壌の一気群を場外に締め出し、12月1日に、動揺した一気群を裏土城外で破った。その結果、12月5日に、裏土壌の接収作業は完了し、翌慶長6年1月8日診療所の山内、和豊が裏土壌に入場した。 大阪城の家康のもとに送られた一騎方の主給は173と伝えられ、その後も残党狩りが行われた。一騎の背景として、主戦派ではない長祖壁氏に対する過酷な処分に対する反発というものもあるが、長祖壁氏独特の一両付属の軍政との関係も言われている。この制度は当時中央で進められていた平分離と逆行する性格を有しており、 土佐の支配者が現地とは、無関係な織田、豊臣家臣出身の山内氏に変わることで一、両具族の身分剥奪につながることは明らかであった。このことは、武士身分として内外に認められる存在であった、重心が、最終的に接収に応じて、一気鎮圧に協力した姿勢と、武士身分の剥奪を恐れた一両具族の抵抗の、姿勢という温度差になって現れたといえる。 診療主の山内和豊は、長我壁氏時代の政策の尊重を掲げ、年寄り方の一部を土佐藩の上司として迎えた一方、平能分離は不完全となり、一両不足は合子として抱えることになる。ありがとうございます。